好きです。チャンネル登録待ってます。さあ、キャサキムキチャンネル東京ときめきチャンネル、みなさんこんにちは。最近よく渋谷にいる白石美玲です。私のことを見かけた方もいるんじゃないでしょうか。今日もたくさん可愛い子たちをくすぐっていきたいと思います。お名前と年齢と職業を教えてください。ニックネーム、じゃあみなずきで、今18歳です。学生一応やってます。みなずきさん18歳です。それではみなずきさんについて質問させてください。とりあえず皆さん見てください、みなずきさんこの顔の小ささ、もう最初モデルかと思って声かけちゃいました。ありがとうございます。みなずきさんのカバンの中身をちょっと見せてもらいたいなって思うんですけど、見せてもらってもいいですか。ちょっとどんなものを持ってるんですかね。財布とメイクポーチと、はい、お、すごい。でも綺麗な、女の子のカバンってごちゃごちゃしてるけど、すごい全部しまわれてめちゃくちゃ綺麗です。女子力高め。じゃあちょっと中をこのぐらい入ってるのかな。あ、オッケーです。あれ、あんまり入ってないですね。そうですね、結構整理してます。ここに1000円。いつもお金ってどのぐらい入れてるんですか。いつもは基本5000円未満。あ、少ないですね。取られてもお平気なように。取られても落としたり取られても、そう、すごい。でもちゃんと整理されてる。 A 型ですか。いや、 B 型です。 B 型。いずれ家は汚いです。はい、外出るときにこれ持ってれば女の子として大丈夫だろうなっていうの。私基本メイクとか塗り直したりしないんで。あ、財布と携帯だけですね。そうなんですよ。でもすごいお肌綺麗です。もうわかります。すごいね、透き通ってるし美白なんですよ、めちゃくちゃ。いやでもケアとかって結構されてますよね。全然してないんですよ。それがあの先って絶対してるんですよ。お腹でもそれ羨ましいです。ちょっとじゃあいつも最後にインタビューしてくれた方にいつも私がくすぐりをしてるんですけど、最後くすぐりをさせてもらってもいいですか。じゃあ久しぶりということなのでちょっとこれは期待ですね、くすぐり。それではみなずきさんをくすぐっていきたいと思います。あ、遅い。あ、でも大丈夫そう。あれ大丈夫そう。あれ全然あれくすぐったくないですか。大丈夫そう。あれこれは首とかも耳のところとかもあれ。あ、強かったみたいですね。全然ですね。なんか身体検査されてる。悔しい。これはちょっといくらくすぐっても勝てないと思いました。ちょっとでも皆さん、いやいや、でも皆さん笑顔めちゃくちゃ可愛くなかったですか。みなずきさんのくすぐられてる時の顔どうでしたか皆さん。いやいや、じゃあ最後にカメラに向かってみなずきさんが可愛い一言何かお願いします。明日もお仕事頑張ってください。ありがとうございます。そんなこと言われたら私も頑張っちゃいますよ、次の日の朝。じゃあ質問は以上になります。質問ありがとうございました。白石美玲、20歳です。現在メイドカフェを作るための足りない資金をクラウドファンディングで集めています。場所は都内の主要駅です。詳しくは私のツイッター白石美玲で検索して見てみてください。応援よろしくお願いします。動画の下の概要欄からチャンネル登録お願いします。お願いします。韓国かヨーロッパ。ロシアとかスイスとかフランスとか。東京ミックスドリンクカミングス。